ブーン軍はアメリカ合衆国のネブラスカ州にある軍。2000年時点の人口は6259人で、軍庁所在地はアルビオン。ネブラスカ州のナンバープレートで、ブーン軍の車両は最初の数字が23になっている。これは1922年にナンバープレートの制度を確立した際、ブーン軍の車両登録台数が州内の軍の中で23番目に多かったからである。 ブーン軍は1871年に組織され、探検家のダニエル・ブーンにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国政調査局によると、この軍は総面積1780平方キロメートルである。このうち1779平方キロメートルが陸地で、1平方キロメートルが川や湖などの水地域である。総面積のうちの0.08%が水地域となっている。 2000年国勢調査時の軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、ブーン軍には6259人、2454世帯及び1700家族が暮らしている。人口密度は4平方キロメートルで2平方キロメートルの平均的な密度に2733件の住居が立っている。この軍の人種の構成は、

ドイツ系8.2%がアイルランド系5.9%がポーランド系5.3%がノルウェー系5.1%がスウェーデン系移民の子孫である。ブーン群に住む2454世帯のうち33.90%は18歳未満の子供と暮らしており60.80%は夫婦で生活している5.50%は 未婚の女性が接待種であり、30.70%は家族以外の住人と同居している。29.10%は特許で、全世帯の16.50%は65歳以上の特許老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.50人であり、家庭の場合は3.11人である。 軍の住民は29.10%が18歳未満の子供で18歳以上24歳以下が 5.00%25 歳以上44歳以下が 24.20%45 歳以上64歳以下が21.40%及び65歳以上が20.40%となっている平均年齢は40歳である 女性100人に対して男性は9 9 1例に見て、18歳以上の女性100人に対しては男性は9 6 4例にいる。軍の接待ごとの平均収入は3万1444米ドルで、家族ごとでは3万8226米ドルである。男性の2万6779米ドルに対して女性は1万8438米ドルの 平均的な収入がある。この群の一人当たりの収入は15,831一米ドルである。総人口の10.40%、家族の8.30%は貧困線以下である。18歳未満の子供の11.70%、及び65歳以上の11.60%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。